BB 五郎チャンネルご覧の皆様、いつもお忙しいところありがとうございます。今夜もよろしくお願いいたします。ということでですね、本日は皆様初めてかもしれないんですけどもね、芸人の猫柳ロミオさんをお呼びしております。猫柳ロミオさんでございます。じゃあちょっとね、いろんなお話ししたいんですけど、はい、早速なんですけども、はい、お話一ついただけたらありがたいんですけども、はい、ですね、僕昔ポスティングのアルバイトを、はい、チラシを長年やってまして、はい、まあ、各家庭にチラシを、はい、勝手にお届けするという、はい、アルバイトしてたんですけど、ああいうバイトって容量のいいやつよりもちょっと不器用でもコツコツやるタイプの方が信頼されるんです。はいはいはい。というのも、あれ一人で配るんで、容量いいやつだと、なんかこう、容量よくごまかしがちというか、はいはいはい、はい。まあ、チラシを捨てちゃったりとか、はい、ちゃんと配らない、配ってるふりするみたいなやつが多くて、そういうやつばっか見てきたんですよ、僕。で、僕は結構真面目に配るタイプで、で、ある日新人さんが入ってきて、結構若くてイケメンで社交的、明るい感じで、はいはい、結構よく喋ってて、逆になんでこんなコツコツやるポスティングのバイト来たのっていう感じの子が来たんですね。で、まあ、正直ちょっと危ないなと思ってたんですよ。で、社員さんの人にも相談されて、あいつ配りますかねみたいな、いやどうですかねみたいな話をしてたんですよ。で、普通その新人のポスティンガーっていうのはちゃんと配ってるかチェックされるんですね。あ、はいはいはい、わかります。社員さんとかが。まあ、チェックするって別にずっと1日くっついてるわけじゃなくて、何人かランダムに選んでその人が配ってるマンションだったりアパートだったり、その集合ポスト見るんですよね。そいつの行った地域をちょっとチェックするって、はいはいはい、それで、まあ、バレるんです、結局インチキしても。わかります。で、そいつどうかなみたいな話をしてたんですけど、結局その日社員さんはちょっと忙しくてチェックができない。ああ、ほうほう。まあでも明日明後日見ますよみたいなこと言ってて、で、ポスティングのバイトって大概一日の流れがその事務所に集合して、バンに乗って、4、5人乗って、はい、で、配る地域で降ろされて、で、お昼ぐらいにまたバンが迎えに来るか、もしくはチラシ補充するかして、で、また配って、で、夕方にピックアップしてもらって、また帰るっていうのが大体流れなんですけど、で、そいつ、もう行きの、そのバンの中でもずっと喋ってるんですよ。僕、隣に座ってて。結構調子いい感じでペラペラ喋ってて、これはいよいよ怪しいなと僕は思ってたんですけど、で、お昼ぐらいにまた再集合して別の場所に移動するときに、まあ隣にいたんでちょっと喋ったんですけど、あ、こいつ配ってねえなと俺は確信したんですよ、その時。というのもそいつが行った地域には結構大きいマンションがあって、まあ楽にさばけるじゃないですか。はいはいはい。管理人さえいなければ。管理人さえいなければ。で、そこはなんか、管理人室、普通マンションって入って、入り口入って、はい、まあ管理人室あって、そこに集合ポストがあればいいんですけど、ね、はい、集合ポストだけ別の入り口のパターンあるじゃないですか。はいはいはい。ちょっと最新型の、はいはいはい。脇っていう。そうですそうです。で、そこはそういうところなんです。だから入れられるってのは。はい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 。で、そいつは集合ポスト見つけられなかったみたいで。じゃあどうしたの、入れなかったのって言ったら、いや、住人が出てきた時に、パッて一緒に入って、あ、各階のドアポストに全部入れてきたって言うんです。ああ、で、結構大きいとこなんで、それやってたら、時間結構かかるし、ま、もうちょっと遅く来ないみたいな、はいはいはい、ベテランが聞いてて、車の中みんな全員が、あ、こいつ配ってねえなって確信したわけです。これ多分明日、明後日クビだな、みたいな。で、その日、まあ、事務所帰って、で、夕方僕、そのバイトの中の仲いいやつと飯食いに行ったんですけど、なんか僕に妙にその新人の怪しい子が、ちょっと懐いちゃったのかわかんないですけど、なんかずっとついてくるんですよ、駅まで。で、こっちは飯行きたいし、なんか、まあ、巻きたいんだけれども、はいはいはい、で、なんか、どっか行くんすかとか言われて、ちょ、飯食いに行くんだけど、その後オレンジで飲むんだって言って、じゃあっつってパッとこう、そう切ったんですよ、もう。行かなくて。で、聞いたら後日やっぱり配ってないってなって、クビになって、ね。はいはいはい。ほらね、やっぱりねっていうことがあって、でそっから2ヶ月ぐらい経ってですかね、ある日朝事務所行ったら、社員さんに、
あいつ覚えてますみたいな、うん、この間っていうかちょっと前に来た配ってなかったやつみたいな、何かあったのって言ったら、新聞載ってますよって。えああで新聞みんな回し読みしてて、うん、見たらそいつ写真入りで名前も出てて載ってて逮捕されてるんですね。放火魔だったんです。ほうほうほう。ちょうどなんか吉祥寺か西荻あたりで不審火が続いてたってのがあって、そいつが犯人だったんですけど、であるアパートに火つけて、おじいちゃん一人に逃げ遅れて死んだ。へぇー。だペラペラ調子こいて喋る怪しいやつとは思ってましたけど、まさか人殺し。もうはぁー。でこれ初日駅までついてきて、はいはいはい、もし俺が面倒見いいやつで、じゃあ行く一緒に、つって家までもし行ってたら、家もバレてクビになって、その後。ああ、そういうことか。危なかったよ俺っていうところなんですよね。はあ、よかった。危ない。今じゃ無所。無所でしょうね。あ、そっか。放火は罪重いし、で、まあ一人死んでるんで、間違いなく実刑食らってると思います。若くてまだ20代前半でしたでしょうけど、多分今も長く食らうでしょうから、まだ絶対入ってて。うわ、それ配りながら、じゃあそいつ結構いろんなとこ探してたんですかね。もしかしたら配りながら目星つけてた可能性もありますよね。あ、ポスティングね、別に悪いね、うん、怖いな、なんかそういう人もいるってことですね。いや、びっくり、まあ、あんまりポスティングがいないタイプだったんで、それがもうそれこそ人生で会ったことないタイプの本当のヤバい人だったっていう。人コアですね。これは人コアっていうらしいですけど、僕よくわかんない。あ、人コアですね。人コア。あ、まあ人コアをね、お話ししていただきましたけども、改めまして猫柳ロミオさんでございます。ありがとうございます。ロミオさんはまあ芸人なんですけど。はい。昔ある師匠についてたんですよね。僕は差し支えなければ、その師匠のお名前、春風亭ロミオという名前で、はい、見習いを1年近く。春風亭っていうことは今を輝く笑点の、あ、小朝師匠なんですね。あ、翔太師匠ではなく、そう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 、円楽師匠の大演でこの間出てました、回答者で出てました、はい、だからロミオってつけてくれたのは師匠。あ、どういう意味があるんですか、ロミオって。なんか外人の名前つけたかったって言ってましたね。あ、大丈夫なんですか、小さい朝とか、小さいとか入らなくて。全く。一番弟子が前座の時アサリだったんです。小朝だから。はいはいはい、朝が入るんですね。で、二番弟子が朝一、朝一、朝が入るんです。で、次ぐらいからなんかアタロウとかになって、ほうほうほう。で、次がアリス。アが入ればいいですか、ロミオ。何にも入ってないです。まあ、ロは口にも見えますけどね。口を、そっか。何も入ってないです。何にも入ってないです。そっか。小朝師匠とかについててなんか怖いあるとかなかったんですか。まあ、師匠は怖いですからね。その優しいですけど。あと、あ、そうだ。その、ついてた時に、まだ師匠離婚する前で。あ、フライデー。はい。はいはいはい。ピアノ弾く馬車ですよね。そう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 。いいコード進行の素敵な歌ですね。僕にとってはおかみさんですけども、はいはいはい、すごい明るくて、はいはいはい、綺麗で可愛くて、その時もう40ぐらい、まだ40ぐらいですかね、安田さん。全然若かったですね。ああ、綺麗ですよね。綺麗です、綺麗です。歌もうまいし。そうですね。だからなんか不思議にちょっとオカルト系に行っちゃいましたよね、なんか。いや、オカルトに行ったわけじゃないですよ。あ、じゃないですか。で、去年僕、本当に20年ぶりぐらいに再会しまして。そうなんですよ。覚えてました。覚えてくれてました。もちろん覚えてくれてました。高円寺にお世話になってるライブハウスがありまして、そこの店長さんがよくしてくれるんですけど、今日ちょっとロミオさん遊びに来てくださいって言ったら、安田さんのトークイベントだったんですよ。いや、言っといてくれよと思うんですけど。で、座ってこう隠れて見てたらですね、安田さん入ってきて、ロミオくん来てるんでしょってもう開口一番僕の名前言ってます。へ、いや、そこでもう久しぶりにこう変わってなかったね。変わってないですか。もうやっぱ喋りが面白いですよ。ああ、そうでしょうね。だって一
応林家一家ですよ、ね、いやもうだから一番話しか向いてたかもしれないですよね。なんかそうですよね。あの何でしたっけ、林家少女少女で師匠、三平師匠は笑点やめたんですよね。そうかそうかそうか、やすはそうですよ、海老名緑さんもそうですよね。そっか、ロメさん告知か何かあれば。ですね、毎月20日東洋館出てますんで。ああ、浅草、はい、東洋館、まあ五郎さんもたまに出てもらってますけれども、はいはいはい、毎月20日芸が荒れちゃうところですよね。そうですね、10分あるんでみんなこうだらっとやりがちですけれども確かにね、まあでもあれどこ来るお客さんもなんだかんだ言って心とお金に余裕がある人ですからね。なんかなんだかんだ、あえてそういう芸人を見たいという。そうですよね、なんかガチで見に来てないという。そうですね、なんかちょっと時間空いちゃったからちょっとフラットって感じで、はい、案外それが一番答えのお客さんなんですけどね。そうですよ、その人は土を笑わせれば俺ら目当てで来てないですからね。そうですそうですそうです。だから僕健康ランドとか好きなんです。ああ、目当てで見てねえよっていう、そこでどれだけ引き分けに持ち込めるかっていうね。なんかそうです。ぜひ小原さんまた来て。あ、まあぜひぜひ、はい、じゃあ告知は20日東洋館、はい、よろしくお願いします。ということで、あとは SNS、 まあ Twitter をフォローしてくださいということで、はい、じゃあね、今回のゲストは猫柳ロミオさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。